橋です。長橋です。ボンチャンネルです。さあ始まりました。いやー初めての川に来たような気がしますけれども、はい、前回はねハゼ釣りをやってたんですけど、はい、今回はちょっと違う釣りをやろうとして、はい、いろいろ釣り場を巡ってあげく、はい、釣り座が取れない今日人多いよね。すごく人が多い。どこ行ってもどこ行っても釣り座が取れないんでね、はい、もみや川に来ております。ういーす、でもみや川でちょっとぶっこんでね、なんか狙っていろいろ狙ってみようと思ってます。はい。こういう釣りをなんて言うんですか、ね、こん何、まあ、投げちょい投げだね。ちょい投げ、ちょい投げ、あ、まあ、総称してぶっこみ、ぶっこみ、ぶっこみ釣り、まあ餌つけて、うん、取って送るぶっこんで送るみたいな、うん、そういう感じですね、はい、それで今日はちょっとやっていきたいと思います。ういし、仕掛け、仕掛け五目投げ大将、これどこですか。オーナーさんかな、かなオーナーさんの五目仕掛けなんかこういうので投げてやっていきま す, きますで、よろしくお願いしま す, います。ウィこの動画いいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくね。マルドベクトロ、チャルチャ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 やってたんだけど、釣れました。イエーイ。どれか上げてみようかな。あ、ついてる。あ、なんかついてる。ハゼ、ハゼ、ハゼ。ハゼ、釣れた。ハゼ釣れた。いや、ハゼ、ハゼ最終回じゃなかったっけ前回。あ、そうか。わかんねえんだよ。食ったらすぐだから。マコ石わかんねえけど、カレーだね。ヒラメじゃない。唐揚げにしたら美味しいサイズ。そうだね。右に寝せて、上側に目があるから、カレー。なるほど。こっち向けて、上側にあればヒラメ。曲がってるよ、曲がってる。おお、でっけーの来た。おお、すごい。カレーが来てますね。カレーが来てるね。どのぐらいの大きさだったら別にいいだろう。釣ったのはボン様、かかったのは俺の竿。30ぐらいありますね。でっけー。こういったルアーが釣れましたね。餌食うのかな。分かんない。餌なくなってんだよね。いや、なんかあの物に霊が宿るみたいなあるじゃないですか。あれですか ね。古くなりすぎて。リリースするわけにもいかねえからな、俺な。そうですね。これはまあ、お金あげときましょうか。お金あげときか。いやねんけど。これなんじゃない、途中までゴミだと思ってたから。すげえよ、針二つ食ってやる。
長なんか閉まったっぽい。はい、終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか。いやー、良かったんじゃないですか。ポーズは免れたし、僕もハゼ。やっぱりハゼのところからそれられない。もうボランが引っかかんなかっただけまだマシなんじゃないかな。ね、びっくりしたね。カレー、都合3匹だね。だね。すごかったね、それは。カレーが。両方、まあ、30いかないぐらいのカレーが。2匹と、まあ、石ガレーだよね、あれね。石ガレーが1匹という。まあ、ちょっとね、カレーが釣れるのは予想外だったんだけど。さすがっす。よかったよかった。本当はね、あの、シーバス、セイゴを狙ってたんですけど。セイゴが釣れなかった代わりにカレーが来てくれた。あと、こっちね。こっちね。この時期にあんなちっちゃいこっち釣れんだね。こっちって。本当にこんぐらいのコチが釣れたんだけど、大体コチってもう来ちゃう、あなちゃん、あれはぐれコチ、はぐれ者が、はぐれ者が帰れなかった。まあ、逃がしてあげたけど帰れるといいね。まあちゃんと死んでなかったからね。ということで、まあ、次回からね、いろいろな釣りをやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日はこの辺で。またね。次回もお楽しみに。